1929年頃伊藤雄民は、愛知県名古屋市出身の実業家。松坂屋を株式会社化し、初代社長に就任。15代、伊藤次郎左門。陽名、守松、陰居名、次助1878年、伊藤次郎左門や14代当主、伊藤次郎左門幸政の4、男として生まれた。母親は、岡谷宗介の妹、三つ。 陽名は、守る松。父、幸政には四人の息子がいたが、長男の文次郎、次男の千次郎は陽性三男、宮松とは、年後の兄弟だったが幼少期は、体が弱かった。一方でいたずらっ子でもあり、宮松を池に突き落としたこともあったという。1893年明倫小学校高等部卒業の後は、 当時の商家の習いで進学せず、自宅で、個人教授を受けた。教授となったのは、雅楽の常川茂光、流敵の吉田種彦、山井はじめ万、洋曲の大崎郎夫、佐藤の松尾宗友水彩画の野崎可年、狂言の五代目、河村武七漢文の増田白水、漢学の井上常川、弓道の星野勘左衛門などで、父や祖父からも、佐藤、 和歌、国文学、雅楽、書道などの手ほどきを受けている。十七歳の時に、兄、宮松が、かっけ昇進で急成したため伊藤家の後継ぎとなった。千九百一年、親戚でもあった、岡谷宗介の七女、帝と結婚。帝はいとこにあたり、その弟に、岡谷宗介。千九百三年に生まれた長女のは長寿たのち、死者の方の性。 進むの妻となった。家業に携わるようになったユーミンは、1907年に、上野の伊藤松坂屋が、新装改定にした際に、江戸時代から続けられてきた、座売りを改め、商品を棚に陳列しての立ち売り形式とした。また、1909年8月に、渋沢栄一を団長として行われた、渡米実業団に、伊藤銀行取締役として参加した際に、 見学したアメリカのデパートに大きな影響を受け、1910年には株式会社伊藤五福店を創立。第10回関西府県連合協進会の開催に先駆けて新たな店舗を名古屋市中区栄町に3階建て洋館形式のデパートとして開店した。この際には先にデパートとして開業していた三越の専務、日々洋介に会って、 直に教えをこうたという。1916年に洋風4階建てで、竣工された上野天が1923年の関東大震災で全焼した際には、全社員に3ヶ月分の給料を前払いするとともに、松坂屋井門団を結成して被災者に生活必需品の配布などの援助を行った。この時には、名古屋の店舗からも応援を出し、自らも、 軍の駆逐艦に便乗して上京これらの活動で、松坂屋の名前が浸透したこともあって1925年には、全店舗の称号を松坂屋に統一。1918年には、角王山日タ寺に隣接する地に別荘として、洋輝き荘の建設を開始。翌年、妻、帝が急生した後、大正11年頃に自宅として、 よう輝きそに定住。この頃に、川橋千代と再婚した。1924年には15代、伊藤二郎左衛門を襲名。1927年11月から1933年1月まで、名古屋商工会議所の旧大会頭を務め、その間の1931年には、品資殺団の団長として千人を率いて、中国を訪れた。 1933年、自らが定めた55歳定年によって、公職の一切を辞し財団法人修繕会を設立するとともに、翌1934年には、ビルマやインドへ、物石巡配の旅に出た。この旅については後に、全国各地で、講演会を行っている。訪問先で会談した、ヤ田部康吉中隊特命全権講師の要望を受け、 1935年に、名古屋市、明田協会を設立。1936年には、名古屋初のシティホテル、名古屋観光ホテルを中心になって創業した。1939年に体調を崩して、手術を受けた後、洋輝き層で療養を行っていたが、10月に、茶屋町に居宅を戻すとともに家督を譲り、名を自助と改めた。 翌1940年1月25日死去、去年61。先に記したように本来は、後継ぎではなく、かなり自由に育てられたこともあって古い飲酒には、関わらない人物であった。1910年に、デパートとして、伊藤五福店栄店を開業するにあたっては、反対する父や、子さんの店員を押し切って開店した。また先に記した、 いたずら好きな面は長じても変わらず、友人を引っ掛けることもたびたびあったという。一方で、代々の伊藤家当主と同様に仏教への信仰に、熱く、それが講述するおっまとの交流にもつながった。1910年、伊藤五福店栄店の開店当日、店に偶然立ち寄ったおっまとの交流はその後の、ユルミンに、大きな影響を与えた。 ビルマの僧侶であり、独立運動家でもあったおっタマは、浄土新州本願寺派、第22世保守、大谷洪水の招きで来日、日本の実情を見分すべく、東京まで歩いて、旅をする途中であったという。来日したおっタマは、伊東家に宿泊することもたびたびで、ビルマからの留学生受け入れを口約束したユーミンの、元に6人の留学生を送り、ユーミンは、 自宅で同居しながら日本語や、作法などを教え、その後は日本の学校で学ばせている。これは後に、よう輝きそうに、多くの海外留学生を受け入れるきっかけともなった。オッタマの来日がイギリス政府によって禁止された後は1934年のビルマインド歴法の際に再開、共に物跡をめぐっている。ありがとうございます。